こうした中、金沢市は2つの集団接種会場で、あすから事前予約なしで3回目のワクチン接種を受け付けます。今日、今からだったら打てる、そんな方もいらっしゃると思いましたので、あのその予約の枠は空いているところを埋めるということも含め、また、なるべく早く接種していただくためには、この枠をあの予約なしの方でも受けられるようにと。 今日の定例会見で金沢市の村山市長は今月を集中月間と位置づけ接種促進に向けたキャンペーンを展開していく考えを示しました,、えー、た事前予約なしでの3回目接種はクーポン券を持つ18歳以上の市民が対象で明日から始まります市役所第二本庁舎では水曜、木曜、日曜に JA 金沢市本店では 土曜・日曜日に受け付け付ますそれぞれの会場を曜日で受け付け人数や時間が異なるため市はホームページなどで確認してから来場するよう呼びかけています。